どうも、翔平です。今回はリクエストをいただいてたね、 PM9 を使ってみようかなと思います。 C ですか、ドミネが良かったな。しばらく撮るつもりでいるんでね、もしかしたら2本立てになるかもしれませんが、よろしくお願いします。さて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 、弾がね、すぐなくなっちゃうんですよね。5人倒せればもう御の字ですな。まあ、それだけ生き残ってられないんでね、私はあんまり。さて、真ん中から行ってみましょうか。これ、おー、出てきますね、やっぱりね。オッケー。ここら辺、出てきますよね、やっぱね。私は、今回はアタッチメントで、で、おー、レッドオットサイト、なんでね、すごい連射力の人がいますぞ。スナイパーライフルとはとても思えない音が聞こえてますよ。危ない。オッケー。これもね、なんか KSG みたいに腰打ちとね、あれを使い分ける必要がありますな。なんでか知らないけど、ラピファつけると運用がすごいしづらくなるんですよ。オッケー、じゃあこっちから回ってみようかな。いるんじゃない、ここら辺。いない？あれ、いないのか。あ、味方はリスしたってことは CB 間ではいるのかな。その下か、下にいるね。おお、そこにもいる。この距離当たるのがいいですな、アップデート後は。ただ相手に先に気づかれちゃうともうダメですね。まず勝てない。おお、あった。ベスト置いといたよ、皆さん。拾ってね。その下から来るか？あ、いるね。あれ？オッケー。弾がやばいぞ。オッケー。お、ダブルキル。あ、2人いたんだ。この奥にまだいるんじゃない？危ない。いるね。ちょ、車怖いな、爆発。オッケー。ちょ、弾ないけど、拾いたいけど、多分あれ爆発しなへん。森蔵、今の動きは、盲線使ってんのか？レーダー出てなかったよね。そろーって出てきたよ。いる。オッケー。まだいるね。はいはい。あいた。あ、タイプは、理不尽に殺されますね。理不尽に殺すこともできますけど。オッケー。どうしようかな。その奥たくさんいますね。ちょっと固まりすぎ。やばい。いっぱいいるよ。ちょっと森蔵いっぱい。いっぱいいるな、あそこに。あそこどうしても固まりますよね、ミスした直後ね。お、車の後ろにいるね。いない。うお、なんかみんなこれ使ってるんだね。なんでなんかそういうロビーなのか。至るとこで RSSS の音が。いない、後ろ。あ、ナイス。ありがとう、味方。ありがとう。その奥いるんじゃない？いない？どうしようかな。その中から切り込んでみようか、向こう側に。ここ怖いですね。たまに角待ちしてる人がいる。いない？お、いる。あれ、ナイス。そっちから来るよ。怖い。あ、ちょっと。もう一人。ダメか。この距離はやっぱりラピファつけてた方がいいのかな。狙っていくべきだったかもしれませんな。おお、いる。おお、うまいね、やるね。何、リスした瞬間に撃たれる。何、そんなとこにいたの、あなた。何してんの、あなた。おっと、OK。
まだ来てない。そこいるよ。ほら。ナイス、スタングレネード。オッケー。あ、でもアサシン使ってる人少ないね。いいロビーだ。ちょっと、もう何にも見えないっす。オッケーオッケー、ナイス見方。ありがとう。お、お、いるね。まだ来んじゃない?そこから。お、助けてくれ。助けてくれ。オッケーオッケー。お、勝った勝った。大した活躍ができなかったけど、勝てましたね。おお、いるね。ナイスキル。ダメですね、でもね、ドミネーションがね、少ないですな、なんか知らない。キルコンとチーデスばっかりですわ、さっきから。もう一本取ってみましょうか。うわ、どっちもチーデスかい。ボードウォークとブートレグのチーデス。ブートレグ、弱いってますね。このまま引き続き取ってみましょうか。さてさて。チャレンジで、ヘッドショットタイトルはもう全然取れないです。75回しかやってないもんな。いかんね、これは。これはいかんぞ。日本人の人使ってる人多いですよね。動画見てると金の PM9 持ってる人結構いるなぁとか言って思ってたんですよ。UMP は本当に早かったですね。私全然、以前はたまに使うぐらいだったんですけど、先月600回ぐらいヘッドショットしてますからね。使いまくってたのもありますけど、ね。さてさて。引き続きね、ちょっと撮ってみようかな。エリートクランタグつけてる人がいるから、そうそうやってる人だと思うんですけど、ね、高プレステージの人もいるけど、いいロビーだ、アサシンが少ないですね。チーデス2本立てか。私のスコアもね、すごい、暴れられて面白いゲームが多いんですけど、試合に勝てないことが多いんですよね。やっぱトーチ使って押さないと、一人だともう旗取るの無理なんでね。まあ、チーデスもたまにはね、いいかなと思いますので、やっていきます。頑張りましょう。その奥いる。ここから来ますよね。で、まず横抜けて、オッケー、スタングレネードが効いてる敵をね、うまく縛いていければ。おーっと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 。どこどこどこ?で、今度 C から来るかな ?C 奥ですね。じゃあ真ん中抜けていきましょう。ああ、そこいっぱいいるね。スタン、お、いるいるいる。ちょっと、その人無理だわ。ちょっとその距離勝てない。ちょっと一回抜けて、この人先に、処理。ああ、まだ来んの。ちょ、無理無理無理。もうたまない、たまない。オッケーオッケー。ちょ、僕一回引く、僕一回引く。ちょ、たま、たま。また真ん中戻りましょう。赤点バシバシ出したんで。いやー、ダメ。弾切れちゃいましたね。まあ、しょうがない。ベスト置いて。おー、弾幕張ってる人がいるよ、弾幕張ってる人が。ちょっと痛い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 。スタングレネードで動き封じであるんで、こっちから行きましょう。こっちからね。もう一回。いっぱいいるよ、いっぱい。いっぱいいる。あらら。そこにもいたのね。そこにもいたのね。了解了解。いや、まだそこで弾幕張ってる人いるな。痛い痛い痛い、上にもいるな、これ。そこ投げて、横に、もう上から撃たれないように逃げる、逃げる、逃げる。どこどこ、痛い痛い痛い。弾幕野郎は倒したぞ。何やってんだ、あなた。おー。裏回ったんじゃない?うまく。ねえ、ほら。おー、なんか、ゴミ箱の横に隠れてたか。ナイス味方、ありがとう。このまま A 脇になったと思うんで、こっちから行こうかな。あそこ固まっててね、すぐ殺されちゃうんで、爆発物。オッケー。こっちから行きましょうね。そっち、出てきた。お、いるよ、来るよ、来るよ。
おしょー、オッケー。あー、危ない危ない危ない、まだ来る。森ぞ。うわリスした直後の敵ですかね。ちょっとさっき、あの人しばいた敵にやられちゃった。オッケーオッケー。一人死ねば御の字よ。あー、危ない危ない危ない。この森ぞ、RSS 持ってるでしょ。なんか、このロビーは使ってる人多いですね。おお、隠れてる隠れてる、うひょオッケーオッケーオッケー、どうしたどうした、何やってんの、やっぱりハイコープレス、痛い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 、あーもうあんなとこで待っちゃって、もうコープレスしてる人ああいうとこうまいとこ陣取りますよね、キルがしやすいところを陣取って、まあカモがねネギしょってやってきた敵を狩るというね。おわーね、こっから行くとすぐ死んじゃうんですよ。なんで、厳しいですな。あそこ、とりあえずグレネード投げて、ヒットマークなし。スタングレネード2個投げて、両サイド見なきゃいけないんでね。それが辛いんですよ。まず1人、もう1人。オッケー。で、後ろ取れたんだけどダメか。あー、もう復讐を狙ってきたんですね、あの森蔵は。復讐を狙ってきよったか。やるな、なかなか。そこからまた来んじゃない、来ない、あの奥にいますね、一人ね。アサシン少ないのはいい部屋だな。こそこそしてる人もいるけど、そんなに多くないんだね。いる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 。まだ来るぞ、まだ来るぞ。弾幕、弾幕、弾幕、弾幕。見え、見え、見え。やるね、RSS。ベストを持ってくんだ。おお、来たよ、ショットガン。そこ絶対固まるんですよね。危ないよ、危ないよ。まず右見て、OK。左。うわー、タマ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 。なになになに、そんな角で何してんの、あなた。OK。おはは、ちょっと、ちょちょ、痛い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 。無理無理、あんなの。オッケー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 、おたたたたたた、俺が最後死んで終わりか。まあ面白かったですな。この2本上げてみましょうか。RSS すごいな。ということで、今回は PM9 でお送りしました。後でまたドミネーションも上げてみたいと思いますんで、よろしくお願いします。失礼します。どうも、翔也です。PM9 ね、使っていこうかなと思います。うん。なかなかね、ドミネが来なくて困ってます。なんでしょうね。みんなチーレスやりたがってるのは、やっぱり定点がしやすいからな。レッドボットサイトつけるとやけに安定するんですよね。なんだろう、ラップつけてかっこよく閉じ打ちでバラまくせん。なんかヒット回っただけでダメねっていう。B 行った方がよかった。このロビー入ったばっかりなの。どういうロビーかさっぱりわかんない。とりあえず様子見ましょう。本当なら、ね、真面目にやるんだったらトーチャーやって、この AB 間のね、課題を陣取るんですけど、まあ臨機応変にやってみましょう。からお、先いないね。起きたけど。その奥だよ。Pホールドするときはここですね。こう、いつも通り、ポジションを、定位置をゲットして。OKOK。ここまで出るとね、敵のリス位置が C の、CA 側になるんで、A 側にね、流れていくのが、普通ですな。OKOKOK。じゃあ C 取ろう、C。取れるんじゃない今ね、取れそう取れそう、こっそりこっそり、いただきます。いたよ今。ダメだ、この木が当たんないな。やっぱりちょっと無駄打ちしてるとすぐたまらなくちゃうんですよね。スカ
カベンジャーが欲しいけど、運営ではね、スペシャリスト使わないことにしてるんですよね。いやー、サイム来たよ、サイム来たよ。裏から回ってくるとは、いい度胸だ。ほら、OK。ね、ラピファなくても勝てるんですよ、新規の集中。危ない、いやー、うまいのね、あなた。A 取ろうで、ナイスナイスナイス。あら、取れなかった、ポイント。なんてことだ。せっかく来たのに。B やばいよ、B。B やばいよって。大丈夫？あ、倒したの。ありがとう。いない？いない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 、ど、えぇ？あ、そこにいたな。うわ、やりよるわ。で、B 外れたんだ、席は。あそこの上を陣取ろうとするポンちゃんだな。ちょっと、なんか全取り状態が続いてますか。どっからどう来る？ A が取られそうかな。オッケーオッケー。じゃあ、とりあえずサムタレをここに置こうかな。オッケー。C 側に来るのがね、B がね、片スポだなと思ったらすぐ C に来るのが普通なんですが、味方がいっぱいいるから大丈夫でしょ。全然死なない全然死なないわ。 C に来る敵を勝ってしまった。お、 C か。どこから来る、どこにいるんだお前は。倒した。 OK OK、 ありがとう。俺あれ余計なの起こす。ナイス。あらあら、何今の投げない。どこから来たんだ。リュー下に、下にリュー下に。 B は任せたよ。ダメ、あダメか、人いなくなっちゃった人いなくなっちゃったか。あら、まあ点差ありますからね。のんびりしてると逆転負けしちゃうんですよ。味方と足並みを揃えてね、すぐ B をダッシュしたいんですけど、一人で行っても無理なんですわ、全然。オッケー、手ちょいよ、手ちょいよ。一人で行ってもさよなら。あの3人ぐらい倒して、いつもオレンジ用のパターンが多いですね。お、ナイスナイス。今 B を襲うんですよ。タイミング悪かったな。 A 取られる。お、ナイスナイス。なんで僕だ、取った。 B 取れなかったの。3人ぐらい味方いたよ。 B 押そうぜ。足並み揃えて、なんかそっち行っちゃうのか。一緒に押そうぜ。 OKOK、 もう取っちゃうよ僕。負けない、もう負けたくない。今日負けまくってるんで。 OKOKいるよね、ここに。オッケー。日本ドローンがそこから飛び立つのを見えてるね。あー、ちょっと待って。うまいね、やるね。何？ピストル？俺のエイムが荒ぶりすぎたっていう問題だった。お、いいね、いいね。味方いいよ、B。あー、ちょっと、FMG 何？そんな強いのか。フラッシュ、スタンドでね、食らってる状態もバッチリ殺されますね。まいっちゃう。痛い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 、またこの人。あなた、もう、フォープレステージなのにそんなん使わないでよ、もう。そんなん担いでないでさ、ねえ、スピンガーぐらい持ってよっていう。いやー、もう B やばいね。あった、とは、ちゃって、OK。あ、ちょ、まだ来んだね。あ、まだ来たか。EMP ね。やばいの？いいよ。この人は何？マグナムで、デザートイーグルで走り回ってる。危ない危ない危ない。ちょっと敵多すぎ。今ダメ。俺逃げたと思ったけど。B 押そうぜ、B に。
るね。一応ね、キルカメで見てね、どこにいるのかを確認してから次は気をつけてくれることをやりますんで、私は。だからハードコアは嫌い、キルカメないんでね。来たよ。まだ来ると見た。ああ、やっぱいるね。いるけど、今度はこっちから僕行く。それ。どうせ、いやー、早いね。倒したもんね。押そうぜ、味方。B 押そうぜ。いや、まだ。はい、でね、頭角の天才じゃないからね、もうちょっと、28点しか離れてないから。P 取らないとまずいっす。それまだ慌てねえよ。大丈夫？ M16 やろうか。どうした？ OK。 味方上げようぜ。前線 B ガラキ出すよ。ちょっと出すよ。もう誰か来てよ。もうダメか。 C 行かないとダメかな。いないねー。いいよ、じゃあ C 行くよ、僕。ほら、もう点差せっかくつけたのに離されていく一方。ああ、縮められていく一方。OKOK。D に流して、打って、味方へ。あ、いった！何この人。失礼しちゃうわ、あんなとこに。いや、なんか、黒い影が見えたんですね、ちょびっと頭の一部。あ、反応できません。OK。あ、なんだ。いやね、ちょっとまだいるっしょ、あの人。今度は負けないよ。それ。まだいる。それ。どうせいい。ナイスディフェンダーだ。ナイスディフェンダー。心意気を評価してる。ああいうところで定点してる人は私はいいんです。一度はやられてね、旗を持たせてあげる。来てる、また。定点ディフェンダー。いけいけ。ちょっと C 取られるよね。C 取られるよね。でも B 一人じゃ取れないんですよ。これ負けパターンですわ。大抵の試合もね。いや。OK。取れる、C 取っちゃうね。今度 A なくなりますよ。味方が C で湧き始めたら。あ、湧いてない。お、C 入ってる？あ、ちょっと、ナイス B! ナイスですね。B 失いたくないな。ここにいるってことは B 取られますよ。OK。ちょ、敵いっぱい落ちてたよ。ちょっと、無理。ダメだろうね。ナイス。じゃあ俺が、おーおーおお、 EMP バンバン来る。オッケー、じゃあ俺が使ってやるよ。エスコートをね。味方が EMP 使った時にエスコートを落とした方がいいですよね。せめて。マップにも表示されてないですし、どこにいるかも。ね、目視で確認するのは楽ですよね。あと EMP でかぶされて落とされるのも心配ないです。オッケー。とりあえずここを陣取って。あ、危ない。ナイス。いるね。オッケー。弾すぐ乗っちゃうな、やっぱり。出資取りますかね。もう20点差ありますもんね。オッケー。来たぞ、あの森蔵が。オッケー。おー、なんかエスコートエアドロップが活躍しておりますと。45キロの22です。3度目のポイントということになりました。あ、私のエスコートがラスキルを取ってる。ねえ、ナイス。ケアバケで潰れてくれるともっと面白い、キルカメになるんですけど。まあ、楽しみました。ということで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。